山本周五郎作、もみの木は残った。朗読その第131回、第3部第10章、琴の空音その2、続きから。会は読み終わると机の上の布箱からハサミを取り、その紙を細かく寸断した上でくずかごの中へ捨てた。筆を元の箱に収めてから、堀内惣左衛門も呼んでその箱を渡し、くずかごへ手を振って、焼いておくようにと命じた。惣左衛門は、ただいま、と答えて下がった。伊藤新左衛門の住まいは、浜屋敷の中にある。会は、矢崎とねりと小物だけを共に、歩いて浜屋敷へ行った。伊藤家について控えの間で衣服を直していると、七十郎がつかつかと入ってきた。9月中旬だというのに紺染めの一重を着て、くずふの袴を引きずるように履き、無腰のまま両手を懐の中で組んでいた。そのためにたくましい胸があらわに見えており、酔っているのだろう。顔も赤かったし、その胸までが赤かった。ほう、来られましたか、と七十郎は言った。多分おいではあるまいと思っていたんです。使いをやっても無駄だって兄に言ってたんですがね。貝は袴の前をたたきながら、それは気の毒なことをした、と言った。七十郎は貝をにらみ、低い声に力を込めて、断っておきますがね、と言った。断っておきますが、義兄は自分が奇徳だということを知っています。原田さんに言うことは死ぬ人間の最後の言葉です。わかりますか。貝は黙ってトネリの差し出す扇子を取った。七十郎は言った。死に臨んだ人間の言葉だということを忘れないでください。貝は七十郎を見た。初めて静かに七十郎を見、そして七十郎にも似合わないと微笑した。すると頬に深くしわが寄り、唇の間から白いきれいな歯が見えた。七十郎にも似合わない、何をそんなに意気込むんだ、と貝が言った。おのは奇徳かもしれないが、まだ死んだわけではないだろう。私が意気込んでいますか。おのは病状が奇徳だというだけで、まだ死んではいないし、ことによると持ち直して回復するかもしれない。これはおのに限ったことではなく、人間は皆同じような状態にいるんだ。免れることのできない生と死の間で、そのギリギリのところで生きているんだ。あなたもですか、と七十郎が聞き返した。あなたもそのギリギリのところで生きているというんですか。そうですか、原田さん。私は一般の例を言ったまでだ。あなた自身はどうです、と七十郎は畳みかけた。他人の生死は痛くも痒くもない。どんなにでも達観したようなことが言えますよ。だがそんなものは山寺の小坊主の寝言だ。死ということを知らないあなたが死について悟ったようなことを言ったって、聞いている方にはただおかしいばかりです。では一つだけ言おう、と貝は微笑しながら言った。私はおとついの晩、品川の下屋敷で刺客に襲われた。七十郎は目をそばめた。何を言うかといったふうに目をそばめて貝を見、貝は微笑したまま続けた。月見の縁に召されてお杯をいただいた後のことだ。あなたに刺客ですって。望楽亭から下がる途中、暗闇からいきなり抜き打ちを仕掛けられた。
七十郎は唾を飲んだ。幸い命は助かったが、ほんの一歩違えば死ぬところだった。嘘も隠しもない。後で見ると袖と袴が切れていた。何者です？それは何者ですか？知らない、と甲斐は首を振った。私は顔もよく見なかったし、名も聞かずに話してやった。なぜだかわかるか？わからなければ言おうか。七十郎は、聞きましょう、としゃがれたような声で言った。甲斐は無関心なあっさりした口ぶりで続けた。なぜかといえば、私の首を狙う者はその一人だけではないからだ。他にも相当いるようだし、これからも出てくるだろう。現にその七十郎自身もいつ私を切ろうとするかわからない。そうではないか？七十郎は笑った。乾いた笑い声であった。甲斐は優しい目で笑う七十郎の顔を眺めていた。私があなたを切るんですって？もっと笑ってもいいよ。私が原田さんを切るって言うんですか？甲斐は優しい目で七十郎を見守り、七十郎は怒りのためにどもった。彼は懐で組んでいた両手を出し、襟をかき合わせながら、冗談じゃない、とどもった。いくらうろたえたって暗殺者になるほど私は自分を軽蔑しやしない。ことにあなたを切るなんて、うぬぼれてはいけませんよ、原田さん。甲斐はまた微笑し、では一人減ったわけだな、と言った。七十郎が私の首を狙わないとすればありがたい。七十郎が狙えば決して打ち損じはしないだろうからな。しかしそれでも一人減っただけで、他に刺客はいくらでもいる。そういう者が他にいることは七十郎も知っているはずだ。どうしてです？知ってはいないか、と甲斐は穏やかに言った。知らなければ知らぬでいい。刺客というものには多くの場合先導者がある。何が真実であるかを見極める能力がなくて決起に流行る人間は少なくない。そういうものはたやすく人に動かされ、すぐ壮麗な気分になってどんなことでもやってのけるものだ。私がその先導者だというのですか？どちらかというと、私はあまりうぬぼれる方ではない、と甲斐が言った。首を狙われていることも先導者の多いことも私には大して関心がない。そんなことより前に侍の奉公というものは常に命を懸けたものだと教えられた時から、私はいつも死と当面してきたし、死の恐ろしさを知ってきた。あんまり死を考え、死を恐ろしいと思い続けたために、今では生よりも死の方に親しさを感じているくらいだ。こんなことを口にするのは初めてだが、おそらく七十郎にはわかるまい。己が奇徳だと聞いても、安らかな往生を願うほかに私には何の考えもなし、また遺言などをことさら重大だとも考えない。それだけだ。そして甲斐は廊下へ出た。七十郎は棒立ちになっていて、甲斐が出て行くのに気づき、何か言いかけようと後を追って出たが、その時玄関の方から若い歌手が出て、一ノ関様からまたお使者です、と告げた。追い返してしまえ、と七十郎は怒鳴ったけれども、若い歌手の困惑した様子を見ると思い直したようにうなずいた。よし、俺が会おう。客前通しておけ。若い歌手は
急ぎ足に玄関へ戻っていった。甲斐が案内された時、病間では医者が新左衛門の脈を見ていた。下座の方に家父の詐欺坂幸恵がいて、甲斐に挨拶をし、甲斐のために席を払った。甲斐はそこで診察の終わるのを待った。その座敷は書院造りの10畳で、床の間には書の軸がかけてあり、航路から煙が上がっていた。窓も襖も閉め切ったままで、病人の体臭がこもっているため、必要以上に香を焚いているらしく、座敷いっぱいがむせるほど匂っていた。医者が診察を終えると、新左衛門が「どのくらい持つか」とひどくかすれた声であえぎながら聞いた。いや、正直に言ってもらいたい。あとどのくらいです？今夜が越せますか？まだお脈はしっかりしておりますと医者が言った。ご病状が油断のならぬ点は事実ですが、お尋ねのようなことにお答えはできません。それほど差し迫っているというわけか。私は正直に申しておりますと医者は言った。私は昨日ご病状が重大であると申しました。今でも好転したとは申し上げませんが、昨日のご容体より危険が多くなったとは思われません。このお脈のしっかりしていることから判断いたしますと、今夜か明朝かというほど早急とは考えられません。新左衛門はああとあえぎ、もういいというふうにうなずいて甲斐の方を見た。医者は座を下がり、甲斐に会釈をして立ち上がった。次の間にいた若い家臣が医者を送って行き、甲斐は立って新左衛門の枕元へ行って座った。新左衛門は痩せて干からびたように小さく縮んで見えた。皮膚は乾いた土色をしてい、唇は白く、落ちくぼんだ両眼は膜をかぶったように濁っていた。よく来てくれた。御用のいとまを欠かしてすまない。寺池様の弓のお相手をしていたところだ。幸恵と言って新左衛門は家父を見、起こしてくれと命した。家父は迷って助言を請うように甲斐を見た。甲斐は立ち上がって手を貸そうと言い、家父と二人で新左衛門の半身を起こし、前に脇息を置いてもたれかかるようにしてやった。だがそれは無理だったらしい。新左衛門は脇息にもたれて、さも心よさそうに二度ばかり深く息をついたが、すぐに首を振って「ダメだ」と言った。「ダメだ、寝かせてくれ」と言い、苦痛のうめきをこらえるために歯を食いしばった。二人は彼を元のように寝かし、新左衛門はややしばらく目を固くつむってあえいでいた。「幸恵、遠慮をしろ」とやがて新左衛門が言った。幸恵は次の間へ下がり、新左衛門は目を上げて甲斐を見て、このざまだ、わかるだろうと力のない声で言った。やっぱりダメだった。痩せたのは病気が治まったからだと思ったが、そうではなく衰弱し始めていたんだ。今度はダメだ、もう時間の問題だと新左衛門が言った。甲斐は黙って静かな表情と温かいいたわるような目で新左衛門を見ていた。死ぬことは何でもない。何年も前から今度こそ死ぬだろうという峠を
幾度も越してきた。死ぬ覚悟はできているが、やりたいと思ったことをやらずに死ぬのが心残りだ。どんなに心残りか分かってくれるだろう。誰にしてもやりたいことを全部やって心残りなしに死ぬというわけにはいくまいと思う。と甲斐が穏やかにゆっくりと言った。もし己が死残してどうしてもやらなければならぬことがあるなら、誰かが己に代わってやるに違いない。誰かではない。船岡に頼みたいのだ。と新左衛門は言った。苦しいから単直に言う。一ノ関を除いてくれ。知っている通り、個人の古内修善殿は、義山公に殉死するとき、一ノ関の完治こそお家の害になろうと遺言をされた。それが次々に事実となって現れている。甲斐は黙って当惑したように、しかし穏やかな眼差しで新左衛門を見ていた。和久屋様や松山は船岡と力を合わせて一ノ関にあたる。三人協力して一ノ関の陰謀を潰すと言っておられた。だが和久屋様は老体だし、松山は温厚だが小胆だ。小胆と言って悪ければ大事を取りすぎる。あの肝の太い完治に長けた一ノ関と真っ向に対決できるのは船岡を置いて他にはない。新左衛門は言葉を切って激しくあえいだ。残った命がその一呼吸ごとに消えていくような激しい喘ぎであった。船岡はまだ自分を倒壊している。これまで幾度も問い詰めたが、一度も自分の腹を割らなかった。そして周囲に一ノ関の与党だという印象を振りまいている。と新左衛門は続けた。私は船岡を疑った。七十郎は今でも疑っている。だが病状が急変し死が間近に迫っていると知ったとき、完全に死を睨んだとき、私には船岡の腹が分かった。それで使いをやったのだ。そして新左衛門は焦点の狂った目を上げ、そこに甲斐がいることを確かめるかのようにじっと瞳を凝らした。もう何も聞く必要はない。ただ最後に一言、一ノ関も覗くと言ってもらいたい。一ノ関のことは引き受けた。それだけも一言聞かせてくれ。少し落ち着くがいい。と甲斐が言った。それでは苦痛が増すばかりだ。少し休んで気を沈めなければいけない。言ってくれないのか？人間の力には限度があるようだ。と甲斐は物柔らかに言った。己は自分にできるだけのことをした。もう後のことに心を労する必要はない。この世の務めを果たしたら、あとは平安に死ぬことを考えるがいいだろう。言ってはくれないのだな。言葉が役に立つか。と甲斐は言った。己が求める通りのことを私がここで誓言したとして、それで己が満足するか、満足できると思うか。新左衛門の目が甲斐を見つめたまま動かなくなり、甲斐はその目にうなずいた。心を通わせるようにうなずいて、それからゆっくりと首を振った。耳や目は騙されやすい。真偽をくらますことはさして難しくはない。と甲斐は言った。だが騙すことのできないものもある。
神、仏、そして魂。もし神仏があり人間に魂があるとしたら、これらは騙すこともくらますこともできない。新左衛門の目はまだ動かなかった。死んで魂になれば何もかも見通すことができる。斧もやがてすべてを見通すだろう。行くところは同じだ。死ねば皆同じところへ行く。私も後から追いつくだろう。そして甲斐はささやくように言った。務めは終わった、新左衛門。あとは安らかに死ぬことだ。新左衛門はかすかにうなずいた。するとその目から涙があふれ出て枕へこぼれた。甲斐は懐紙を出し、静かにその涙を拭いてやった。その時七十郎が顔を出し、冗談は済みましたかと聞いた。甲斐は懐紙をたもとへ入れながら振り返ってうなずいた。七十郎は入ってきて病床の前に座った。また一ノ関から使いですと七十郎は新左衛門に言った。同じことを言い張っていて聞きませんが、どうしますか。断れと新左衛門が言った。何と言おうとも返さん。返す理由がない。ならぬと言え。そういうが聞かないのです。生死は伊藤新左衛門その人に求められたもので、しかも国老就任が条件であった。当人が重病で倒れ国老の任に耐えなくなった以上、その生死は返すのが当然であるというのです。私はまだ生きている。国老の任も解かれてはいないと新左衛門は激しくあえいだ。またあの生死は私一人が受け取ったのではなく、伊達家臣全体に対する制約だ。両高賢から全家中が受け取った制約なのだ。そこで新左衛門は絶句した。絶句したと見えた新左衛門は激しい咳に襲われた。衰弱しきった骨だけのような体がヤグの中でよじれ、今にも息が止まるかと思われるほど苦しんだ。七十郎は立っていって後ろへ回り、手を差し入れて新左衛門の背をなでた。甲斐はじっと座っていた。喉に痰が絡んでいて、それが取れないらしく、激しい咳は止まったかと思うとまたこみ上げ、その苦痛と戦うために新左衛門の顔はどす黒く変わったし、額は油汗で濡れた。ようやく痰が切れて、七十郎はそれを拭き取ってやり、それから薬湯で口を示してやった。新左衛門はややしばらく霊魂のつき果てたように目をつむったまま弱々しくあえいでいい。そうしてやがて、お聞きの通りだと言った。甲斐に呼びかけたのだろう。甲斐は黙ってうなずいた。一ノ関があの三箇条の生死を返せと言ってきていると新左衛門は途切れ途切れに言った。昨日二人で来て断ったが承知しない。今もまた来ているそうだ。これであの生死がどんな意味を持つか船岡にもわかるだろう。もう話はよせ、また苦しむだけだ。これだけは聞いてもらうと新左衛門は続けた。三箇条の生死は必ず物を言う時が来る。だからこそ一ノ関は執拗に取り返そうとするのだ。あれはいつか必ず物を言うだろう。私は生死をうねめに残す。
七十郎に持って行ってもらってうねめの手に渡す。決して一ノ関へは返さない。そのことを覚えていてくれ」と新左衛門は言った。甲斐は静かに「覚えていよう」とうなずいた。「これでいい」と新左衛門は甲斐を見た。「船岡の言う通り、安らかに死ぬことを考えよう。来てくれて嬉しかった。どうかもう引き取ってくれ。よければもう少しいいよ。いや、もう十分だ」と新左衛門は言った。「死に様を見られるのはつらい。どうか引き取ってくれ」。甲斐はゆっくりとうなずき、しばらく新左衛門の顔を見守っていたが、「ではこれで」と言って静かに立ち上がった。その夜、新左衛門は死んだ。甲斐が聞いたのは明くる16日の早朝で、知らせに来たのは七十郎であった。彼は旅なりをしていて、庭先から入り、甲斐は縁先で彼に会った。七十郎は新左衛門の死を告げた後、自分はこれから生死を持って国元へ帰る。義兄との約束は忘れないでいてもらいたい、と言い、返事は聞くまでもないと言いたげに、すぐ去っていった。第11章。早い霜。「あんた年を隠してるね」と女が言った。新八は「うん」と曖昧な声を出しながらもぞもぞと寝返りを打った。女は後ろから抱きしめ、素肌をぴったり寄せながら「ダメよ、寝かさないよ」と言った。新八の耳たぶを吸い、乱暴に肩をゆすった。「よせ、眠いんだ」と新八が言い、女の腕を押し離そうとした。女はもっと身をすりつけ、「本当の年はいくつよ」と言った。「少し離れてくれ」と新八は体をもがいた。「暑くってしようがない。寄せと言ったら寄せ。うるさいぞ」。「本当のこと言いなさいよ。そしたら寝かしてあげるよ。言わなきゃこうするから」。「寄せ、殴るぞ」。「じゃあ言いなさいよ。出なきゃ私が当ててみようか」。「あんたはまだ20歳前でしょ」。「バカを言え」。「20歳前よ、わかるわ」と女が言った。「あんた23だって言ったでしょ。私もそうかと思ったよ。今夜で5旅目だから。初めは9月だったね。9月のせいだったかな。初めての時いろんなこと知ってるんでびっくらしてさ。私なんかこんな商売してるのに聞いたこともないようないろんなこと知っててさ。それがうまいんだもん。うん、憎らしいよこの人」。「てえ、ふざけるな」。新八は肘で女をこづいた。女は身を縮め、「えっ」と言って彼の肩に歯を当てた。「二度目の時なんか私あんまり恥ずかしくて明かりをつけても置けなかった。悪いったってキリがあるよ。年を聞いたら23だって言ったけれど、私はもっと言ってるだろうと思ったよ。癖の悪い50男だってしないようなことするんだもの。女はこういう人に見上がりをするんだなって思って、あんたに会うのが怖くなっちゃったよ」。女はウキウキしていた。まだ冷めない興奮が彼女の血をかきたてるらしい。絶えず彼を抱きしめたり、耳に吸い付いたり、手探りをしたりした。「なんというやつだ。俺はなんという腐ったやつだ」と新八は思っていた。「でも今夜で分かった。
と女は続けていた。あんたのは教えられたもので、教えられたことを不器用に真似ているだけだってことがさ。この前の時と今夜でそれが分かったよ。あんた誰かに教えられたんでしょう。そうだよ、きっとこれがよっぽど好きな人なんだ。あんなにいろんな勘どころがあるなんて、商売している私なんかだって知らなかったもの。よっぽどだよ。新八は部屋の中を眺めていた。女の無知で露骨な饒舌を後ろに聞きながら、その狭くて暗い部屋の中を放心したような目つきでぼんやりと眺めていた。そこは風呂屋の2階にある長い余剰で、家具らしいものはほとんどなく、一方は障子の入り口、一方は押し入れ、左右は板壁になっている。初めてそこへ入った時は牢屋のようだと思った。風呂屋に遊女を置くことは15年ほど前に禁じられたが、実際は隠し売店になっただけで、どこの風呂屋にも客の背中を流したり茶を汲んだりする女たちがいて、それらが皆客を取るのであった。その風呂屋は道場からさして遠くない相生町にあり、新八は9月下旬からもう5度も通ってきていた。石川兵庫之助たちと一緒に明神下の道場へ移ったのは8月で、彼は道場の雑用をする傍ら、兵庫之助から柔術、野中又五郎から刀法を教えられた。どちらも稽古はそれほど激しくはなかったし、他の人たち、砂山忠之進、織田内紀、藤沢蔵之介、皆彼には親切だった。島田一蔵だけはうさんくさそうな目で見る。口では何も言わないし、格別辛く当たるわけでもないが、どことなく疑わしそうな、探るような目で彼を見るし、あまり口も聞こうとはしなかった。そうだ、あの目だと新八は心の中でつぶやいた。俺はあの目が怖い。あれは俺の性根を見抜いている目だ。俺がどんなに腐っているか、どんなに堕落した人間かということをそこまで見破っている目だ。新八はうめき声を上げた。どうしたのさ、聞いてるのと女が新八をゆすった。ごまかしてもダメだよ。あんたのやり方は箔が剥げちゃったんだもの。教えられたことは知ってても、その通りに繰り返すだけじゃないのさ。だから初めにはびっくらしたけれど、よたびごたびとなるとこっちが帰ってじれったくなるよ。今夜なんかじれったいだけだよ。ねえ、本当に年はいくつなの？20歳前でしょ。少し黙れ、少し黙ってくれ。私が当ててやる。19かな、18かな、きっと18だよ。女は手と足で絡みつきのしかかろうとした。新八は女を押しのけて乱暴に起き直った。うるさくすると帰るぞ。返すもんかさ。新八は立ち上がった。女も羽を着て彼を羽交い締めにした。帯を締めていないので寝巻きがはだけ、肥えた肉の厚い女の体があらわになった。よせ、本当に殴るぞと新八が言い、殴ってよ、殴んなさい。殴らないのかさと女は彼を揺り立てた。女の体はずっしりと重く、力も強かった。新八はよろめき、女は彼を押し倒した。それから時が経ち、女は眠っていた。片腕で彼を抱き、片腕と片方の足は矢具の外へ投げ出し、そうして掛け矢具も胸まで剥いでいた。新八は眠れなかった。あんまり恥ずかしくって火を消さずにはいられなかった。そういった女の言葉が錆びた針でも差し込まれたように、頭の芯で鋭くザラザラと痛んだ。お宮のためだ。新八は
顔をゆがめた。お宮が彼をそんなふうに仕込んだのである。彼はお宮に仕込まれ、それに慣れ、慣れたことから抜け出すことができなくなった。与えられた習慣は彼を捕らえ、今では抵抗しがたい衝動となって内部から彼を押さえつけ支配する。どんなに苦しんでももがいても、一度その衝動が起こるとそれに打ち勝つことはできないのであった。材木町にいた自分は隣の奥目に任された。囲い物の奥目はお宮と新八との仲を知っていて、お宮が屋敷奉公に上がった後、すぐに新八を手なずけてしまった。あの頃からだと新八はつぶやいた。すると女が鼻声で軽くうめき、彼を抱いている腕が痙攣するように彼を締めつけた。安い香料と強い体の匂いが混じり合ってむっと彼を包んだ。彼は吐きたいように胸苦しくなり、女の腕から身を離そうとした。女はまたうめき声を上げ、寝返りを打って眠ったまま片方の腕も彼に絡みついた。新八は荒々しくその腕を払いのけ、体をずらせ、そして女を押し合った。うるさいねと女が眠ったまま言った。しつこい人だね、触らないでよ、うるさい。そして掛け屋具をもっと剥ぎ、バタッと手足を投げ出した。あらわに裸かった胸で、線の緩んだ大きな層のちぶさが重たげに揺れ、ポカンと開いた厚い唇の端からよだれが垂れていた。新八は女の寝様を見ながら、心の中でふと殺してやろうかとつぶやいた。不思議だと彼はやがてつぶやいた。こんなにも抑えがたい衝動を感じさせるのに、その後ではいつも激しい屈辱と嫌悪に襲われる。お宮の時も奥目の時にもそうであった。どちらの場合もその後でふと殺してやろうかと思ったことが幾度かあった。これはどういうことだと彼は口の中でつぶやいた。女の方でもこんなことを考えるのだろうか。そうではないようだ。女にはそんな感情はないらしい。女は陶酔し満たされ、しかも飽きる様子がない。満たされたことに喜びを感じ、その喜びに浸っていようとする。男と女とのこの相違は何だ。男と女とのこの違いはどういうことだと新八はつぶやいた。どこかで雨戸をたたく音と何か言う人の声が聞こえ、新八はあくびをした。お宮はきれいに変わった。俺はこの誘惑から逃れることができないばかりでなく、ますます汚れ泥まみれになってゆくのに、お宮はきれいに、まるで着ていたものを脱ぎ替えるように、あの陰頭な習慣から抜け出して生娘のようにキリッとし、清潔な女になった。俺に向かって真面目な人間になってくれと意見した様子は、ほとんど若い母か姉のようでさえあった。どうしてあんなにきれいに変わることができるんだ、どうしてだと新八は考え続け、女の寝息が不意に止まった。女は手足を縮め、胸を掛け合わせながら頭をもたげて、どこかの物音に耳を傾けた。嫌だよと女はだらけた声で独り言のように言った。何かあったんだね、見回りだよ。見回りってなんだ。町方のお調べよ、知ってるくせに。新八はドキッとした。役人がこんなところへ調べに来るのか。女は息を潜めた。
開花に物音と人の話し声が聞こえ、女は低い声で、やっぱりうちだよ、とつぶやいた。中だとこんなことはないんだけれどね、中には吉原係というのがあって、むやみに町方なんぞの手入れはできないんだけれど、こういうところは隠れた商売だから。と女は新八を見た。京城餅が紛れ込んだなんていう口実で、時には本当にそんなこともあるけれど、大抵は小遣いをせびるために押し込んでくるんだよ。あんた何かあるんじゃなくて？何かとは？新八は言いかけて首を振った。俺は浪人だが侍だから。こんなところへ来る役人は下っ端だから、そんなこと遠慮しやしないよ。多分下でつかませるだろうけどさ。新八は起き直った。俺は脱走者だということが頭に浮かんだのである。しかしその時、はしご段を登ってくる人の話し声が聞こえ、女が羽を着て、早く着物を着てよと言った。布団を片付けるから、あんたは着物を着てちょうだい、早くと言い、新八が立ち上がると、女は乱暴に屋具を畳み、炭の方へつくね、そして押し合ってあった食膳を部屋の真ん中へ据えた。新八が着替えて帯を締めていると、障子が開き、御用と書いた提灯を掲げて一人の男がこちらを覗いた。新八と女は膳を前にして差し向かいに座った。男は鋭い目つきで新八をにらみ、新八は震えた。落ち着け、落ち着くんだと新八は思った。だが下腹に力を入れても体の震えは止まらないし、女が杯を持ってとささやき、そうしようと思うのだが手を伸ばすこともできなかった。提灯をかざしてこちらを睨んでいた男は、後ろへうなずいてから部屋の中へ入ってき、その後から二人、同心らしい若者と目明かしらしい中年の男とが入ってきた。このお客さんの酒のお相手をしていたんですよ、と女が言った。女は派手な色の着古した寝巻きに斑点を引っ掛け、冷たい空のとっくりを持って男にこびた品を作ってみせた。同心らしい若者は立ったまま新八を見下ろし、どこのご飯中かと聞いた。三人とも女には目をくれず、新八を取り囲むように立ち、一人は提灯の光を新八の頭上から差し付けるようにした。何か不審でもあるのですかと新八が反問した。どこのご飯中か伺っているのです。浪人していますと新八はどもった。同心らしい男はふんとうなずき、振り返って目明かしての男に、年は若いと言ったなと聞いた。そしてまた新八に向かって、住所と姓名を聞きたいと言った。新八は唾を飲み、そして本所ですとどもりながら答えた。本所のどこです？本所の向こう島の牛御前の近くです。あの辺りも本所と言いますか？そう聞いたようですが、ご姓名は？男は板壁の方へ目をやった。それまで新八を見ていた目をそらし、言葉つきも次第に尋問口調になった。新八は脇の下に汗のにじみ出るのを感じた。道場のことを言えばいい。明神下の道場を調べてもらえばわかる。だがこんなところで遊んだことを知ったら、みんなはどう思うだろう。野中さんたちは何と言うだろう。新八の目には
いつも自分を疑わしそうに見ている島田一蔵の顔が思い浮かんだ。いや、ダメだ。それはできない。道場の人たちに知らせることはできない。また、脱走者である以上、本当の名を名乗るわけにはいかない。新八はこう思って、野中忠之進であると答えた。男は板壁の方を見ていて、そのままで、でたらめだな、と低くつぶやき、それからひょいと女に聞いた。この客は馴染みか？女は、いいえ、と首を振った。いいえ、ほんの二度ばかりです。新八は女を見た。同心らしい男は、やはり立ったままで、懐から静かに実手を取り出した。新八はカッと逆上した。男が実手を取り出すのを見ると、いっぺんに頭へ血が昇ったようになり、我知らず何をすると叫んだ。私が何をした？私に何の不審があるんだ？お前震えているな、と同心らしい男が言った。俺が入ってきた時から震えていた。住所もでたらめだし、偽名を名乗った。いや、下で聞いてきたんだ。お前ここでは新さんと呼ばれているそうじゃないか。新八は、それは、と思った。それは、こんなところでは誰だって本名は言わないでしょう。役人に向かってもか？と男が言った。いや、そんなことはない。今答えたのが本名だ。確かだな、と男は念棒をした。ではもう一度生命と年を聞こう。年は19歳。生命は？野中忠之進。忠之進だって？男はそこで新八の脇にかがみ、実手をゆらゆらさせながら、さっきはそうは言わなかったぞ、と言った。新八は惨めに狼狽し、それはできることなら本名を知られたくなかったからであると答えた。こんなところで本名を名乗っては身の恥にもなるし、自由に知られても困るから、などとしどろもどろに言った。よし、わかった、と男は立ち上がった。すまないが、ちょっと番所まで来てくれ。どういう理由です？住所を偽り、名を語り、年不相応な金を使っている。不相応な金だって？そうさ、お前はここでだいぶ遊んでいるようだ。女は二度ばかりと言ったが、下で聞いたらもう五度も来ている。そんな金をどうして手に入れた？新八は震えた。道場の金をごまかしたという事実が非常な重さで彼を押さえつけ、その重さで骨が鳴るように思えた。新八は震えながら、しかしそのくらいのことで侍一人を行員できるのかと懸命に聞き返した。辻斬りがあったんだ、と男は言った。ゆうべ宵の口におなり工事で辻斬りがあった。浪人風で年頃も似ているんだ。それなら刀を見てください、と新八が言った。人を斬ったかどうか刀を見ればわかるはずです。下に預けてある刀を見てください。男は冷笑した。それがどうした？と男は冷笑しながら言った。刀を見るぐらいのことは言われなくとも知っている。だが刀は取り替えることができるんだぜ。辻斬りをした刀をそのまま刺しているようなバカはそれほどたくさんはいないんだ。新八は頭を垂れた。女がそばから、おとなしく行きなさいよ、と言った。行けばわかるじゃないのさ。おとなしく行く方がいいわよ。
と女が言い、目明かし風の男が、手数をかけるな、立たねえか、と言った。バチだ、バチだ、いい様だ、と新八は思った。同心風の男が、縄はかけないから神妙にしろ、と言った。三人は新八を前後から挟んで二階を降りた。刀は二本とも目明かし風の男が持ち、新八は丸腰のままで、外へ出ると提灯を持った男が先に立った。もう知らぬ頃だな、と同心らしい男が言った。霜が降りてる。今年は少し早いようだな。新八は足がガクガクした。調べられたらどうしたって本当のことを言わなくてはならない。道場の金をごまかし、あんな場所で遊んだことが知れたら、みんなは何と言うだろう、どう思うだろう。新八は息が詰まりそうになった。石川や野中たち、特に島田一蔵の鋭い部別の目がまざまざと見えるようであった。石川、石川兵庫の助、あの人には柔術を習っている。やわら、万象へは行けない。逃げなければならない。みんなにこの浅ましい事実を知られてはならない。逃げよう。教えられた柔術が役に立つかもしれない。やってみよう、と新八は思った。彼らは西へ向かっていた。泉橋の方へ行くらしい。町は火も見えず、ひっそりと暗く寝静まっていた。新八は突然前を行く男に体当たりをくれた。その男はのめって提灯が手から飛んだ。はっという声が聞こえ、新八は右手の横丁へ走り込んだ。叫び声と足音がすぐ後ろから追ってきた。待ち軌道をよけろ。走りながら彼は思った。足が重く、耳の中が血で塞がったようになり、目がクラクラした。叫び声と足音はいつまでもすぐ後ろに聞こえた。道は暗く、明かりの漏れる家もなかった。おなり工事を横切るときに、後ろで呼ぶ小笛が聞こえ、彼は右へ曲がった。離れたぞ、と新八は思った。呼ぶ小笛の音は、かなり遠くで聞こえた。三人を引き離したと思い、夢中で枯れた草むらに覆われた石段を駆け上った。そこは崖につけられた石段で、片方から枯れた草や干木が覆いかかり、勾配の急な石段は稲妻型に丘の上へ伸びていた。石段を登り切ったところで、新八は草むらの中へ身を隠した。内側から肋骨を土で叩きでもするように、心臓が荒く激しく動悸を打ち、喉が塞がり、息苦しさのために胸が裂けそうであった。崖の下で呼ぶ声が鋭くなり、人の叫び声が聞こえた。捕まる、きっと捕まる、と新八は思ったが、枯れた草の葉が彼の頬を刺した。彼はもっと草の茂みの中へ潜って行き、地面へ低くかがんだ。自分の荒い呼吸や心臓の鼓動が、まるですぐそばにいる他人のもののようにはっきりと高く聞こえ、それが追っ手を呼び寄せるかと思えた。崖下で、おーい、と呼ぶ声がした。ここに石段がある。上は何だ、とその声が言った。新八は息を詰め、地面へ手をついた。上は人の家です、というのが聞こえた。日本橋の狩屋新助という海産物商の控え屋で、登り切ったところが裏木戸になっているはずです。新八は手で地面をつかんだ。枯れ草の根の地面は霜で浮いていて、冷たくべっとりと指に粘りついた。空は明るみ始め、どこかで小鳥の声がした。新八は口を開いてあえいだ。
山本周五郎作、もみの木は残った。朗読その第135回、第3部、第11章、早い霜、その3、途中まで。